ライターの鶴原です。今回はミズノの2022年モデル STZ220 ドライバーをご紹介します。ミズノの ST シリーズはワールドワイドで展開されている世界戦略モデルとして2020年から日本国内でも発売されるようになりました。で、2021年モデルもあって、でこちらが2022年モデルというふうになっています。でドライバーは2モデルありまして、 ST の Z220 と ST の X220 と。で今回ご紹介する ST の Z220 は、球のつかまりを少し抑えた、構えた時もちょっとフェースアングルがオープンに見えるような、そういったモデルになっています。まあ、こちらの方がよりアスリート向けというふうに認識できると思います。で実際にどうなのかと言いますと、ソールの後方についているウェイト、これは本当に真ん中についています。で X の方はこれがこうちょっとヒール側に寄っていて球のつかまりを良くしてあるんですけれど、まあ、この Z の方はそうでもないと。でちょっと前のモデルの話をすると、2020年に出た、ST の200、これよく覚えてるんですけど、ものすごい低スピンで、本当に引っ掛けない性能の、ヘッドモデルでした。本当にフッカーのハードヒッターがもう叩いても左に飛ばないような、それでいてこう強い球で飛ばせるようなモデルだったんですけれど、それがこう年々こう代を重ねることによってちょっとずつこうマイルドになってきたような印象があります。 STZ という2021年のモデルがあったんですけれど、まあ、多くの箇所はその STZ を引き継いで、います。例えばですね、フェースの素材ベータチタンという、まあ、強靭でしなやかな素材が使われていて、あとコアテックフェースという、まあ、単造なんですけれども、ミズノの初速を高めるようなフェースデザインになっていると。あと、まあ、クラウンがカーボンで、ソールのトーヒール側もカーボンになっていると。で今回ですね、X の方が球のつかまりを良くしたモデルで、まあ、Z は直進性と言っているんですけれど、あの2020年のもう本当にどうやっても左に行かないような200から考えると、この STZ の220の方は、まあ、随分球をつかまえやすくなっているというような印象を持ちます。なので操作性がいいというふうに感じる方も結構多いんじゃないかというふうに思います。球のつかまりが良くなった理由をですね、ミズノの担当の方に聞いたんですけれど、やはりあの日本のゴルファーだけではなくて、やっぱりツアー選手からももう少しこう捕まった球を打ちたいとか、操作性を重視したいとか、そういった声があったために、この Z の方もより操作感が出るようにしてあるそうです。で球のつかまりはいいんだけれども、完成モーメントがちょっと高められているというのも今回のシリーズの特徴です。でウェイトを見てもですね、もう本当にソール後方のもうギリギリのところについているのが分かると思います。で実際に僕が打ってみても、球を捕まえやすい感じがやっぱりします。あの2020年のような感じはないですね。なんで随分こうマイルドになった印象は持ちます。でもう一つは、低スピン弾道を打ちやすいというのも特徴の一つです。やっぱこれは ST シリーズずっとこう台が変わっても変わらず、もう強い球で前に飛ばしやすいというのが特徴です。一つだけ注意点があるとすればですね、X も Z もこれ日本のモデルなんですけれど、アメリカで販売されているモデルとはヘッド自体の重量が少し変えてあります。なので、まあ、日本のショップで試打してみて、それが良かったらですね、まあ、ネットショップで買うときなんかでも、まあ、日本のモデルを選んで買うようにしてもらいたいと思います。